はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあすいません、参ります。本番でーす。はい、じゃあ本番5秒前。4、3、2。私の場合は3月にしかない。2回目はどう
捕まらないで悪いことしようかと、はい、最後はですね、その独房の自立運動が出てしまう自立運動が出てしまう地元の人は何と決めてから、まあ、その一回目に比べて全く雰囲気がないありませんでしたね。ヤクザでどう一回目捕まりました、はい、私にヤクザ出たら、はい、何年か出てヤクザで2回組んだろうと、はい、で、これ確定です。はい、確定です。で、バイに出てきた。俺、本当に本当にいいやこれでも本当は何なんだろうね。そこから今はこう肯定しているってことですもんね。よくでもほら、やめられないとかって言うじゃないですか。まあね、3回行ったんだからやめられないとかじゃないんだけど、それをやめようと思ってやめられるんですか。僕はね、そのキリスト依存にならない、まあ、なんか依存は違う依存にならないと、やっぱこう、精神ですか。そうですね、精神、まあ、僕たちの言葉ではもっと奥の深い霊の、その前は、まあ、変な極度の、はい、こう、世田谷の親父の、こう、あるわけですよね。もう中堅心があるわけですから、はい、そこにいて、そこから本当にまで、ね、キリストっていうものに、こう、移動していくわけじゃないですか。これは、スイッチの入りどころに、何なんですか、このキリストっていう。いや、神さんは親父の役者なんですか。はい、それがキリストが親分、兄貴分に変わっていくんですよ。もうですから、非常にこうシフトしやすかったと思います。神様が本当に最初はなっていくときに、絶対必要になっています。それをこれだと決めてからは、もう本当に揺るぐことはない。そうですね。それをだから、その教えるというか、教えることによって、で同じような表現の書籍を、外部プロジェクトとして、これ今何人ぐらいこう抱えてるんですか、こういう構成したいと。まあ、文通で70年。これは本をこう、送って、本を読んでいただいて、そういうようなことが。そうですね、そういうこともあります。刑務所の中でですね、今、貸し出し用の本として置いて、検診が増えていくことが大事ですね。ヤクザ、ヤクザやってる時は、何故がいいんですか。そうですね。これ、読んでた。僕ね、僕の、これ、僕の知り合いで昔ヤクザが買ったって人がいて、ね、ヤクザとしてもね、ヤクザやったんだから、人死なんの見たことある。あるよ。いや、本当ですか。ちょっと教えてくださいよ。いや、俺はさ、夜の旅行って書いてあるさ、目の前でバーッと踏むんだよね。死んでたな。どういうこと。情報的にはこのなんかドラマのような映画のようなのを聞きたかったんだけど、交通事故だなって感じ。ヤクザ流のこの検証の過ごし方は、まあ、もう本当にこうやって昔の話ですからね、はい、僕ね、刑務所に行った時にね、こう、控室みたいなとこがあって、みんな控室で、待ってるときにね、下のさ、床にね、ちょっと隙間があったりするんですよ、木のさ、はい、そこにね、これも言っていいのかな、タバコを1本こう入れといてあげてね、こう、見つけた人を、怒られるかな、それでもなんかそれを大事にするのかななんていうことを前やってはいけないんだろうけど、やってみたいね。で、僕らこうネタをやるわけですよ。いけるじゃないですか。で、こう表に、こう、見れない人いるんだよね。
台風だなと思って、教官の人に、本当、台風ね。いや、見せられないくらい悪いんですよ、見たけど。真ん中入って、僕は塀をね、内側から見たことあるんですよ、あの機械塀をね。真ん中に入ったんですよ。ダメだなぁと思いましたね。やっぱあれ入ると、そんな感じですか？入るとですね、人間に壊れたもの、慣れ、最初怖いですよね。ですけど、まあ、ヤクザならしょうがないけど、逆なっちゃう。それしてできるしかないんですよね。それじゃ同じなんですね。もうそれでどう、こう許されば、許されば、許されば、ね、出てきて実際の教会に行くとですね、まあ、私たちの教会で、どんなにして、それから就職して、パターン。本当に変わってんすか、はい、本当に変わってます。いや、そんなこと言ってくれよ。あれ、言ってなんだ。それはありえない。どこが変わってくる。本当のところはどうなんですか、本当に。でも、ね、今はこういう言ってるじゃないの。世の中に来てれば、そういうこともあるじゃないですか、こういう本の人が。同じでもないんじゃない、このヤドワーマンなんて。いう人もいるじゃないですか。そういう時には、変なこと。そういう向き合った時はどうするんですか。それは、こう。一番いいなと思う弁護士に頼むのは、
Thank you.